松山竜平は、鹿児島県総軍大崎町出身のプロ野球選手、宇藤左田、広島東洋カーアップ所属、ニックネームはアンパンマン、大崎小学校3年生の時にソフトボールを始め、6年生で全国大会優勝、ソフトボールスポーツ少年団の監督の勧めで、左打ちに転校した。その監督が、福留康介を育てた、荒富勝郎監督である。 当時松山は星を務めており、同チームの一学年下には、榎のき大樹が在籍していた。大崎中学校時代は、ボーイズリーグのカノヤビッグベアーズに所属した。カノヤ中央高等学校では1年生からエースで4番だった。高校時代は、猛練習が身を結び、3年時春には100メートルだった。円藤が夏には123メートルにまで伸ばし、 苦手だった50メートル走の記録も春の6秒後から夏には6秒まで伸ばしている。九州国際大学に進学し、1年春から出場。2007年6月の全日本大学野球選手権大会では2回戦に壮大の斉藤祐希から二塁打を放ち注目された。4年間で首位打者2回、本塁打、大1回、打点王3回に輝き、 通算安打は122本で、九州六大学リーグの新記録を作る、大学通算打率。412、通算三振数は18。福岡大学の白、新田博和投手とは、九州六大学野球のライバルであった。2007年11月19日のプロ野球大学生、社会人ドラフト会議で広島東洋カープに4巡目で、指名された、入団時の意気込みとして、 背番号号37を永久欠番にしたいと語り、登録名に関しても活躍後に4票に変更したいと語った。同年11月26日に契約金5000万円、年俸1000万円で仮契約。背番号は37。2008年は開幕1軍を逃したものの、ウエスタンリーグ開幕からチームの中軸として校長を保ち、4月24日に1軍昇格。 代打によるに打席のみで2軍に降格したが、その直後2軍では4番に定着。疲れや、守備練習に時間を割くこともあって調子を落とすこともあったが、ウエスタンリーグの打点王を獲得。アンダモリング最多を記録した。課題の守備は、将来を睨んで3塁の練習をしているが、ウエスタンリーグの試合では主に1塁を守る機会が多かった。それまでやっていたガイアは2試合のみの出場だった。 2009年は春季キャンプの途中に肉離れでリタイア。4月に2軍に合流すると5月にはウエスタンリーグの月間 MVP を受賞する活躍を見せたが、その後の不調が響いて1軍出場はなかった。守備では3類の守備につく機会が前年の5試合から33試合に増えた。2010年は主に1類手としてウエスタンリーグの試合に出場。 前年に続き一軍出場はなかった。11月に大学時代に知り合った広島県出身の女性と結婚を発表。すでに同年より同居生活を送り、12月12日に入籍。2011年2月には第一子が生まれる予定であることを明かした。2011年は岩本や天谷の不審で一軍昇格すると、 6月9日の埼玉西武ライオンズ戦で枠井秀明から決勝打となるプロ初本塁打を放ってチームの連敗を10で止めた7月5日の横浜ベイスターズ戦では初の3安打を放ち結局この年は自己最多68試合に出場打率273本塁打の成績を残した2012年は前年度の活躍が評価されオープン戦で チーム唯一の全試合出場、打率403の好成績を残し、オープン戦の首位打者となった。この活躍で開幕を1軍で迎えた。ところが、シーズンが始まると突如打てなくなり、1軍と2軍を往復する生活が続くも、8月21日の横浜 DNA ベイスターズ戦では、初の4番に座り、 8月30日の東京をヤクルトスワローズ戦では4番としての初打点を挙げた。結局この年は、打撃部門のすべてで前年度を下回り、打率もあわや1割台と、打撃不振に苦しんだ。ナイターで打席に立つ松山2013年は、広瀬淳などと外野の枠を争い、シーズンを通して一軍に定着する。最終的に規定打席到達はならなかったものの、自己最高となる打率。 282、10本類打、52打点、オプス、732を記録した。打席での松山2014年は、春季キャンプ2日目に故障したが、オープン戦は9試合に出場し打率、452を記録するなど、打撃好調だった。開幕2戦目の中日ドラゴンズ戦に3番ライトでスタメン出場した。その後は、 打撃不振は続いたが、徐々に調子を上げ3割を維持していた。しかし、6月13日の埼玉西部ライオンズ戦で、左前十字人体を損傷し、約2ヶ月の戦線離脱となった。規定打席到達はならなかったが、打率、318、7本類三34打点、オプス、815を記録した。シーズン終了後には、新人の野間俊サチに、 背番号を譲り、迎え雄一郎の引退で決番になった44番に変更されることが発表された。2015年は開幕戦に5番レフトでスタメン出場した。4月18日の中日戦で故障し、戦線離脱となった。復帰後は、ファースト、レフト、ライト、指名打者など様々なポジションでの出場が続き、左投手が先発する試合では、 左の代打の切り札としての出場が多くなった。6、7、8月の月間打率がそれぞれ391、348 39、34 387と打撃好調で8月終了時点では3割を維持していた。しかし9月に深刻な打撃不振に陥り最終的には打率277、7本類打26打点。 オプス795でシーズンを終えた。阪神タイガースの藤波慎太郎を得意とし、藤波キラーと呼ばれた。10月20日、周期練習中に、右太もも裏を故障し3軍調整となった。2016年は、開幕から代打での起用が続いたが、徐々に調子を上げすために起用の回数が増えた。6、7月には、打撃不振に陥り、数字を落としたが、8月以降は打率。 346と復調し、チームが25年振りのリーグ優勝を決めた9月10日の読売ジャイアンツ戦ではマイルズ・マイコラスから決勝ホームランを放った。2017年はシーズンを通して打棒が好調で苦手だった左投手が先発の時もスタメン出場が増え、主に5番を任された。鈴木誠也が故障で離脱した後は大役の4番打者に座り、またここ数年、 鈴木の対等などであまり守っていなかったライトの守備も任された。9月は、打撃勢、校長で月間 MVP を受賞した。最終成績は、規定打席不足ながら打率は3割を大きく超え、14、本塁打、77打点も自己最多だった。2018年は、休養や、左投手が相手先発の時にスタメンを外れることもあったが、ほぼ5番打者として、 スタメン起用され、11年目で初めて悲願の規定打席に到達し、打率3割2桁本塁打を共にクリアした。11月9日にはこの年取得した FA 権を行使せずにチームに残留することを表明した。また、11月19日に球団から2019年シーズンより背番号が44から55に変更されることが発表された。2019年は、 シーズンの序盤から不審に苦しみ、代打や交流戦では DH として起用されるも打率は2割前後と低迷した。しかし、6月19日に再び一軍に昇格すると打撃が復調。終盤戦ではほぼ4番や5番で結果的に成績は打率。259、6本類打、49打点だった。ありがとうございます。